暗い中、逆光か暗い中分かりませんけども、呼子にイカを食べに行こうかと思います。じゃ、山の中を通って呼子というところにイカを食べに行こうとしてるんですが、雨かと思ったら結構音するなと思ってよくよく見ると、なんだ、あーもう今は分かんなくなりましたけど、氷じゃない、氷だから氷っていうのかな、明らか固まった氷がやっぱ落ちてきて当たってますね。すげー、こんな天気になるんだ。まあ天気なんでもちろん変わりゆきや、あーほらやっぱりわかるかな、この氷がフロントグラスみたいについてます。なかなかすごい雨です。うわ、氷大きくなってきた。どうする、アイフル。遠くに見えるのは呼子大橋ですね。で、呼子港こんな感じです。ぐるっと回ると止まってますけど、ちょっと雨も落ちてたけど、今は雨は落ちていないですね。結構あの魚を釣ってる人がいます。テトラポッドもあります。魚を釣ってる人もいます。船を作ってる造船のところもあります。ちなみに、イカを食べようと川太郎というところに来たんですけれども、もう受付は終わりだそうです。残念。呼子大橋こうなってますよね。
私でしか渡れなかったのが、今こうやって橋で渡れるようになりました。でもそれはあくまでこれは道でいうと亀島農道なんですね。見たらわかると思いますけど、実は中央線が振ってあるように見えて短い、多分これ演技上中央線っぽく振ってありますけど、これ単なる一本の道っていう想定なんですかね、ちょっと分かりませんけど、まあこういうのが亀島農道の感じですね。で、トイレ使用できますっていうのもまああれなんですけど、ここはここからは見えるかな、なかなか行って静電気が、お昼に川太郎でイカを食べようと思ったらもう受付も終わりましたなんて言われ、そのままっていうのもあれだったんで、ちょっとせっかくだからこの辺を見てみたいと思います。唐津市観光マップ、まあ唐津市もでかくなりましたからね、唐津市って大きいですね。玄海町だけはこうやって地図で見ると分かりますけども、玄海町だけはあくまで町のままなんですね。まあこれはよくある話、よくあるというか、まあ某県にもあるんですけれども、玄海町は唐津市にと一緒になりたくない理由はあります。ここには書いてないかな、エネルギーパークって書いてあるけど、まあ要は玄海原子力発電所があるんですね。宮殿からたくさんのお金をもらってて、唐津市で分けると、こんな大きいですかね今唐津市、唐津市で分けちゃうとダメじゃんみたいな話になってるんですね。でここがまあ呼子ですけども、ああそうですね、やっぱ合ってますね。呼子大橋は亀島に渡る橋です。さよ姫神社がありますね。で呼子大橋って言い方はあれなんですけども、多分道路の名前で言ったら亀島農道だったと思います。さてでもどうしますかね昼飯、まあ何か考えればあるでしょう。これが呼子大橋、正面から見るとこんな本当でかいですよね、書いてありますけれども、呼子大橋、松浦さよ姫、まあさよ姫伝説っていうのがあるんですけれども、まあそこから取ってさよ姫神社もありますし、いやーこれまあさすがに全部を渡ってもあれなんで、車開けっぱなしで来ちゃったんで、まあ行きますけど、このケーブルで支えられてて、この橋の構造なんて言ったか分かりませんけどね、あちょっと違うって思うのは、このケーブルを束ねてるじゃないの、ケーブルをこう結んでる線が、ケーブルを日本語おかしいな、ケーブルを結んでるケーブルがある、それはケーブルだから結ばれてるのは当たり前なんですけど、こんな感じですね。前からこんなのあったかな、まあ、とにかく高いですよ。あそこ一番上は、航空安全灯がついてますけども、何本かな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17ついのケーブルで多分支えられていると思います。まあ今日ちょっとやっぱり天気が良くないといえば良くないんですけれども、これがさっき言った呼子の町、あれは呼子のあれ観光船かなが今出て行ってますね。で呼子大橋で、多分これは下に家があるからか、物が落ちないようにネットが一応張ってあります。こんな感じですね。で呼子川大橋を渡った先は亀島で、この道路は確か名前は亀島農道だったと思います。
佐賀百景第1位呼ぶ候補し新佐賀百景っていうのはまあ募集したんでしょうけれども、まあここが1位、まあ何もないんですけどね、吊り橋なんですけど、やっぱ綺麗なとこだと思いますね。